ただこれヘイブンで政治入れてくる編成なんですね。それがちょっと珍…ほんと珍しいですよね。さあこの RB 2人目を狙ったんですけれども、 SMG 側ジェットの勢いがすごかったですね。今無視したんですけどね、ちゃんと後ろから倒していきましたね、はい、さあチーム SMG、 ここは B サイトにスパイクプラントを成功するでしょう、うん、ファーストラウンドからかなり早いアビリティを駆使した取り方でしたね。さあこれ人数差的にも SMG 側が優位に立っていますね。対するビジョンストライカーズ、このリテイク、これ SMG がミッドを取らないんですね。さあファルファルファルがしっかりと見ていたキングを落として状況は通報、うん、バラバラにスモーク抜きレクシー、もう位置特定できてますからね、はい、さあファルファルファルが進行していって若干銃口が見えたか、残ったのはグロー。さあこのグローのゴースト、うん、打ち勝っていくのがハッ、対応しようとしますね。なかなかヘブンで B3 で入って珍しいですね。さあファーストブラッドはカマ、そしてレクシー、 RB が1人を取り返す、もう状況は4対3、うん、そしてこのテールウィンド、アップドラフト、内側がっているスモーク越しの光線抜けていくんですが RB が控えています。残り少ない HP でレクシーを落とす。さあここは B サイト、うん、ジェット同士の戦い、ただこれここは SMG がスパイク A なんですよね。さあ B サイト取り残されたゼス B がですね、よく2オン2まで持っていきましたね、はい、ビジョンストライカーズも今 B サイトをうまく2人挟む形にしていましたね。でもこれ武器取れたからビジョンストライカーはむしろなんかチャンスがありそう。ファマス、ここはブルドックの強み、いやこれまずいですよ SMG、 はい、さあおおとロングのタイミングがちょっと合ってないような気もします。さあ C サイトの中サイファーオメンが控えているが、ジェットが飛び出すもパラノイア食らってしまう、冷静に処理しましたね。キングがファーストキル、さあしかし C サイトを飛び込んでいるのは SMG ですが、グローすごいフルオート、今フラッシュポイントを食らっていたはずなんですけども、流れるような思わせることができていますよ。なるほど、その間にオペレーターはもう寄ってるし、 C レンツからこの車線出ますね、うん、RB 歴史を落としていきます。しかも無理して詰めない、顔出すとね、あそこヘッドショット抜かれやすい位置なので、さあスタッフがリスクヘッジができます。ラインを返します。ここは B サイトはもう入れ守りでリテイク重視というのはどうでしょうか。そうですね、 B は全然取り返せるっていう考えなんだと思いますよ。これグローがいいポジションいますよ、今見られてなさそうですね。さあ RB ゼストとキルロックがついてきます。完全に挟み込む形ができてますね、このグローの位置、ルバイア死んじゃいけなかった、リテイク、相手がエコラウンドとはいえ一人も落とされることなくリテイク成功、ビジョンストライカーズ2ラウンド目。 B の取り返し方はいいですね、表から打たれるっていうリテイクを取って、あの相手から一方向で繰り返させるような動きをさせない。この RB ブレイドストームフラッシュポイント、強気。さあここもラスト一発ヘッドショット、ね、さあしかしブレイドストーム同士の対決、これ行く必要ないんですけど、行きますね、行く必要はないですね。さあバンダルを回収してここはガレージに引いていきます、うん、これで2人も削って5-3で人数有利作れちゃいましたからね。このままでしたが人数有利と、そしてこれミッドの状況 SMG 側が分からないですから、スパイクロックっぽい、ね、詰められてるから一方的に相手に情報を与えてる形ですよね。はい、そして配置はもうスタンダードに戻しているというビジョンストライカーズ、うん、そして A 寄ってますけど、これもう入れさせてもいいかなみたいな配置ですよね。そうですね、 A ショートに設置するならそれ倒すかな、キング選手がいる形、うん、これ噛み合った、おーしっかりと、ちょうど横向いてましたね今、取りましたレクシー。さあ A サイトにスパイク設置成功とはなりましたが、序盤のダブルキルがここに来て人数差を生んでしまっています。さあローリングサンダーを構えているのはスタックス、しかしこれローリングサンダーは分かっていますね、うん、ただこれ A ロング側に向けて誰にも当たってないかな、そうですね、届いてないですね。レクシーが少し食らってしまったんですが、ここはもう時間ありますね。さあここはナイトバック、うん、RB を潰します。そしてその間に A ロング出ているブレイドストーム、いや SMG 上手い、素晴らしい SMG よく行きましたね、はい、人数差うまくまくりましたね。
さあ、そして勢いのままデスビー、そしてディバインとファーストブラッド、セカンドブラッドを取っていきます。ここは SMG 側が優位な状態。おお、エイムもいいですね。スタックス相手に真正面から打ち勝っていきます。いやー、こういうとこですよ。今のところに無駄カーブボールを打っていくところが素晴らしいですね。はい、リスク管理をよくされてますね、SMG。しっかりと倒されないで引く動きですよね、はい、丁寧です。確かにノンフラッシュでいったら、あそこをやられちゃうリスクがありましたからね。はい、さあ、これはビジョンストライカーズとしても、2on5リテイクは厳しいものがあると判断したのか。うん、いや、SMG かなりいいですね。連動が高いですね。ビジョンストライカーズ側は結構この前目前目の配置と引き目配置を入れ替えながら戦っているような印象を受けるんですけれども、そうですね、そこの SMG の突破力といいますか、相手が前目に来ている可能性があるにもかかわらず果敢に前目を取りに行ってますね。戦い方もいいんですけど、でもなんか見てて思うこと、割とこの勝負、はい、積極的にしに行くなってイメージですね。あのエイム YRB 選手がオペレーターの後ろから止まらない。おブルドック強気に行きましたね。そしてこれでファーストブラッドを取って引いていくという、うん、このワンピック取れたことによってこの後は有利に作れるんですけども、たださっきの SMG の人数振りからの取り返しのところを見ているとこれ油断はできないですね。はい、さあガレージ、トラップワイヤー一歩挟んだゼスビー選手がここはブリーチと壁越しに見合ってる様子。うん、アップドラフトでワイヤーを避けてガレージを進行します。さあこのキルは大きい。 RB 落として、さあ C サイト裏を取っているゼスビー、しかしサイト内キングがまだ残っている。時間かけてる動きですね。 SMG がそしてこれはディフェンダースポーンからのハンターズフューリー当たってますよ。いやー、うん、ハンターズフューリーでカバーが落とされる。奥にいるのも分かってましたからね、動こうにも動けませんでしたね。さあここは一旦スパイクを持ってガレージからCレンズに抜けていきます。もちろんバレてます。30秒余すにだ。そこにはベストのオペレーターもちろん外しません。まあでもそれてるのか、 A の部屋にはすでにスパイカメラが仕掛けていますね。うん、 B 前に3、いや3ですね、今3ですけど。さあしかしここはグローがピーク、レクシーが1人取り返すも位置は分かっているのか、うん、以上ストライカーズ。 SMG も冷静に下がりましたね。 SMG がこれ A と C に1人ずつ人数を割いていますね。今行けた方向人数不利だから、どちらかというとまとまって攻めるより不利ではないか。デスト、タイミングがずれてしまったんですけれども、ここはクイックショット。さあしかしここはカマがリザレクションで人数差をイーブンに戻します。かなり慎重にやってますね。30秒余すにだ。いやー、これはシーロングフロムザシャドウでクリアリング。さあガレージから一気に飛び出していく、うん、飛び出してしまいました、ね、これは噛み合ったか。さあサイト内フラッシュポイントでリテイクを狙います。スタックス一人で進んでいきますね。はあ、ただここはちゃんと見ているはず。スパイクが設置で、さあスタックスのダブルトリプルキル、たった一人で C サイトをリテイクしてしまった。いやー、5戦の認定戦終わった後一発で レディアンとなった音が違いますね。まあむしろここでテイルウィンドを使ってしまったのがちょっと痛いかなとは感じますね。さあフラッシュポイントでガレージリテイクに行くんですが、そこでキング強くに行くんですね。さあブレイドストーム落としていく。ここはキングが止まらない。最後を決めたのはゼストですが、ラウンドキング、ね、Cガレージの道のとこに入っているっていうリスクもあるのに、うん、随分と強気ですよね。これ SMC 側ローリングサンダー、カウンターでも味方にヒットさせましたね。はい、ただしかし RB スタックス、スタックスRB は怒っていいですよ今の。ただ RB 自身も C ロングファーストブラッド取ってますから、そしてそこでのカバーのローリングサンダー、そしてグローバーガレージをしっかりと見ています。そしてアフターショック相手の位置を移動させる、甘えがない。右で即座に反応するか、まあ、ビジョンスライカーなんだろうなっていう感じですね。これも最速でハンターズフューリー、ゼスト、レクシーを落とすどころか、ジェットにも一発当たっていますね。
あの位置のハンターズフューリーは以前の別の大会とか、まあ、なんなら GGC だっけ、はい、どこだっけな、何かでフォーションが見せてましたね、確か。さあ、スタックスがミッドから魔導伝い A の裏を取っています。さあ、その間に SMG が B サイトへと飛び込みますが、武器差はかなり厳しいものがあるか。アリアオーブで C 連通を塞ぐも A 連通からの猛攻、うん、C 連通のバリアオーブそう長くは持たないでしょう。 RB 続けざまにスタックス、スタックスと RB 乗ってきたな。さあ、ファルファルファルダブルキル。お、先ほどからファルファルファルの打ち合いといいますか、はい、強いですね A 連通。いや、でもレクシーもかなりいいポジション。先ほどから B 側、この打ち合い、レクシー大きいんじゃないでしょうか。スタックスを落としていきました。ここであえて B には行かずに、そうですね、そもそも A を今厚めにしてたんですよ、はい、A3 の固めに配置したのに対してその一人を倒せたということで、ビジョン体感はこれで B 外しにくくなりましたね。 RB 当たりますよ、2枚抜き。そしてブレイデストーム展開、パラノイアを食らいながらもクラウドバスト展開、ぐるっとバット勝負に行く。しかしゼスビー追撃を許しません。水差3対3。いやー、今うーん、車線かぶってましたからね、はい、手前の小部屋に関してはスパイカメラでクリアできていたんですけれども、カメラの音しっかりと聞いていましたね、RB。どこ飛ぶ？さあ、フロムザシャドウで B の最奥に飛んでいきました。ゼストもその音には気づいたか、このオペレーター。うん、いやー、レクシー。当てそうでしたよね。レクシーもワンテンポでちょっと早かった。ワンツー。残り時間は30秒。まだ時間はある。さあ、しかしここでスパイカメラを使ってエレンツ。位置をどうするかですね。これは C サイトへと流れます。さあ、しかしグローがガレージの外で待機、そしてキングもこれは分かっていますね、うん、さあ、まずはホットハンドでディフェンダースポーンを下げます。塞いでバンワンの形、これじゃい、グロー1対1の打ち合いでさえ、レクシーも自分の勝負しに行くタイミングって先ほど2キル取ってましたし強かったんですけど、うん、おっと、グローガレージでの打ち合い、何もなしにレクシー今勝負したんですかね。そうですね、多分カーボールも使ってないですよね。ちゃんとその詰め待ちをしてたっていうことですね。はい、ママに対してスローブを投げての勝負でしたね、うん、さあ、これガレージ囲まれています。ゼスビーなんとか引くことには成功しましたが、B サイトに置いてるバリアオーブがいい味出してますね。これですぐ寄りたいタイミングで寄れないと。これビジョンストライカーズ側にミッド展開されているのは情報が取れていないのでちょっと厳しいでしょうか。そうですね、トエグから、お、ここ勝負する、これは結構ゼスビーにかかってますね。さあ、スパイカメラ意識バレる、いやー、これ見えたのはわ、もちろんいきます。しかしゼスビー打ち勝っていく。さあ、この試合重要だ、逃げ切れない、グロースモーク抜き。さあ、しかしパラノイアが入る、気づきましたね。これは G2 戦で見せたフラッシュポイント対策のダークカバーですね。しかし中に今飛んだんですけど、ここだろうって感じで抜いた感じですね、はい、このスモークがあるとフラッシュポイントを意味はなしません。うん、さあ、残ったのはカマただ一人、そしてセージ、これはきついですね。スキル的にもリテイクは厳しいか。サイトウグでの打ち合い、しかしここは挟まれます。 SMG に対して9本目のラウンドを展開しています。ナイフ結構相手にショートに飛び込んでいきましたね。うん、さあ、しかしここはビジョンストライカーズに A サイト許してしまったのは SMG、 やはり武器の火力差が出てしまったか。このラウンドは仕方ないですね、はい、SMG としてはもうここは削るもよしだけどキープしてもいいんじゃないですかね。もう C サイトで方面の選手はもうセーブの流れに入ってますね、うん、無駄にやられてそのアルティメット向こうに試させるとかそういったところがあるんであれば相手的にも、あー、でも勝負しますね。クラシックでレクシー勝負を仕掛けましたが、サイト内グローがスペクターでヘッドショット、果敢に勝負しに行きます、
カマもクラシックでしたが、ここは RB ナイフを持って逃げるかもしれないっていうタイミングをわざと狙ったと思います。はい、そしてエーソとしっかりと警戒しています。マドナカファルファルファル、いやちゃんと警戒してますね。するのか否か、これはいきそうですね。テールウィンド入っていきます。そしてそのままシーレンズに抜けていった。流れる。そしてパラノイア、キングをガレージを落として、さあ、シーサイド挟まれる形。ファルファルファル、粘ることができるか。ダンカーバーの中、隠れます。さあ、ファルファルファル、うまく噛み合ってしまったか。グローが落とします。おー、面白いですね、今の。意図としてはなんだろうな。 SMG が人数不利、3対4。ここは見ていくに行くのか否か、素早い決断が求められます。行きそうではあるんですけれども、これガレージ外からゼストが来てるんですよ。いや、しかしディバインしっかりと打ち勝っていきました。いかなそうですね、これ。そうですね、結構ガレージの選手も詰めてくるのを待ってるような印象を受けました。さあ、ゼスビーオペレーターでスタックスを落とします。これはディフェンダーベース、相手を C ロングに逃げるように誘導しての C ロング2人固まり。あー、ちょっとジャンプが甘かったな。はい、ちょっという状態ですよ。本命は A であるとは思うんですけれども、ここはさあ C ロングにダークカバーを用いてスローで進行していきます。あー、面白いな、これ完全に C フェイクですよね。さあ、フラッシュ対策がしっかりしています。ファルファルファル、そしてここの打ち合いブルドッグとはいえ負けません。そして寄らないですね、 SMG いいですよこれ。ただ少しサイファーが入れてしまってますね。さあ、オペレーター、しかしグローが止まらない。ヘブンのオペレーターに続きディフェンダースポーン飛び出してきたディバインを落とします。そうですね、ヘブンやると段階でディバイン選手ワンテンポ出るのが遅れてしまいましたから、はい、カバーって言ってもカバーにはならなかったですね。1対2をしてしまったような状態です。さあ、それを加味してもグローのエイムが勢いづいてますね。そしてこの位置、ディフェンダースポーンからリテイクしに行こうものならパラノイアを食らってしまう。レクシーがいい位置にいるか。ディフェンダースポーン勝負しに行きます。外しまった。さあ、カマがまずはキルを取りますが、スタックス、スタックス、さあ、フォルトラインしっかりと当てていく。当たっている。時間もないですもん。さあ、ダーカバー越しに向き合っているが、最後決めたのはグロー。いや、しかし言ってますね。負けないのがゼスビー。レクシーと続き、ここは人数優位をものにします。ビジョンストライカーズ A 諦めないですね。そうですね、第3ウェーブ目ですね。これどうするんでしょうね。そのまま攻める。時間的にも1分は食ってますから。さあ、ゼスビーはトリプルキル、止まらない。ゼスビー、ゼスビーが止まらない。このラウンドクアドラキル。いや、ゼスビーもうまいです。ファンダルに気をつけたいところ。 A ショート、ゼスビーのこのオペレーター、情報を取りたい。取っていきました、キングを落とす。うん、これはいい動き。そうですね。さあ、そしてここはヘブンにダッカーは、そしてヘブン下にフロムザシャドウ。しかし、やめました、ね、しっかりと抑えていきましたが、このブレードストーム、リバインを落としていきます。さあ、しかしトラップアイア引っかかったところ、ゼスビーが落とすんですが、裏にグローが来ている。なんということだ、エコ相手に人数差、そして武器も回収されてしまった。さあ、ここはレクシーがなんとかゼストを落とします。さあ、ライトバック、その間にグロー、グロー強すぎる。いや、有利だったのが一転しましたよ。さあ、アフターショックで炙り出される。落ちながら、レクシーワンワン、ここ粘れるかどうかですね。さあ、うまくカーブボールを使って取っていったレクシー。なんとかギリギリつなぎましたね。危なかったですけど、今完全にその個人ゲージとかもいますし、比較的守りやすいとは思いはするんですけども、これガレージとシーロングハサミですかね。ここからリコ打ってのガレージいきますね。フォルトライン、あースタンダードに挟んでいくようですね。はい、さあ、ディフェンダースポーンにフォルトライン、そしてリコンが入ります。そしてローリングサンダー、しかもホットハンド無視して走ってきましたよ。いやー、RB キングと赤色の金狼が続いてしまう。ここで望みが立たれてしまうのか SMG。 うん、まあまだ1マップとはいえこのラウンド取れるかどうかですね。さあ、リテイクに行かざるを得ない。スタックスのポジション、リコイルコントロール完璧だ。
やー、ファイブオーバーか。さあ、ディバイン。まずは1キロを取りますが、位置がバレてしまう。そしてハンターズフィリー。その間に、ゼストのハンターズフィリー。